西口の方がありそうだな。よし。よし。先に切符買っとくか。忘れのうちに切符買っときましょう。ここでは伊賀上のまで買え。510円。これも買わんでよくなるんですね。そのうち510円な。はい、510円。払いましょう。お金を入れてください。さあ、買えた。ね、カモから。この缶ってのは関西本線の缶も、缶だったんでしょうね。近鉄と間違えるためじゃなくて、多分これね、滋賀県にもこれで鴨駅っていうんだったっけな、あるんですよね。東海道本線、小西線、どっかにね、あるんですよ、鴨駅と同じ感じの。で、多分リアルな話はそこと、区別をするために、多分この缶っていう文字が入っているんだと思います。いや、切符は買ったんで、ちょっとギリギリまで。42分までね。よいしょ。せっかくなので、この鴨駅、京都の鴨駅ね、見ていこうと思います。バスは奈良交通が来てるんですね。ややこしいですね。もう奈良なのか、滋賀にもあって、で、三重にもあって、で、来てるのは奈良の交通っていうね。もう、いろいろと混ざりすぎでしょう。ね、まあでもね、そういうもんですね。で、挙句の果てに小杉なんですね。小杉といえば私、四日市の小杉といえば私の生まれ故郷ですけど。さあ、まあまあ、まとまった街なんですね。ローソンはあるぞ。交番もあるし、なんか言ってることがあるんですけど、でもローソンはね、やっぱ、ちょっと快感が増しますね。なるほど、なるほど。でも、ペットボトルのお茶は島ヶ原の方が安いはずです。ローソンだったら128円しますからね。お手78円でしたからね。いや、島ヶ原強いじゃないですか、これね。さすが三重。あんま関係ないかもしれませんけど。あ、でも、ローソン、多分、ここはあれですよね。多分、カップラーメンはもう西ですよね。で、ちょっとローソンのデザインが、薄いのはあれかもしれませんけど、京都風になってますね。はい。なるほど、なるほど。交番も京都府警っぽくなってますよね。どこら辺が京都府警っぽいのか聞かれるとちょっと厳しいですけど。はあ、ね、自転車置き場とかもね。はい。あ、向こう側にも結構あったんだな、いろいろ。で、駐車場がありの、ローソンありの、24時間400円だったら、まあ、ね、結構安いじゃないですか。まあ、今日止めたところだったら2日止めれますね。ですけど。200円もやっぱ安いな、あそこ、1日200円は。厚木勤務所こうなってるんですね。うもと石油かな、うさぎのう。もしくはとかな、ともとかもしれません。結構蜂が今日飛んでるな。この前の道が何号線とかね、なのかもわかりませんけど。郵便局、白。チェリオですね、こっちはやっぱし。うん、これは歩道はどこなんだあれか、なんか独特な形ですね。ここはお惣菜屋さんとかあるんですね。青い、で、三砂路みたいになっとって、先に何かあるのかな。これ見たっけね。よしよし。テイクアウトもやってるみたいです。ランチ営業中。ちょっと気になりますね。これはもうきっと回らないおすすめ。これで回ってたらびっくりですよね。逆に。斬新すぎて。中に入ったらくるくるって回ってたらね、いや、これは大丈夫ですね。もうザ・お寿司屋さんの感じですね。あ、でも握り並1000円からやったらね。
ここ一時払いだな、ね、400円。へえ、5番と6番の場所前払い、誰に払えばいいのこれね、不思議ですね。5番と6番、どこあれか、5と6で、え、まさかこれ、え、まさかこれどこに払うんだ、前払いでどこに払って、やどういうシステムなのかわからんかったけど、え、これなんだこれは、あ、これだここにお金入れて払ってといてねっていう、すごいな。いや、ある意味超省エネですよね。今実はあのコインパーキングって、あのいろんな防犯設備をいろいろつけて、あの対策しましょうっていうところから、結局それでお金をかけてやられるよりは、結局もう何もしないで、あのですから最近はね、あのバーが上がらないやつとかもね増えてますよね。そうそうそう、そういうようなね、風にして、結局その分あの値段安くしたりして、あのリスクマネジメントした方のが、あの結局あの元が取れるし、結局それでね、あのボカーンとかやられて壊されたらね、その料金とかはね、またその、テナントさんのね負担になってしまったりとかっていう負担があるんで、あのそのあたりとかが防げるっていうんでね、そういったね、だからもう、なるべく簡素化したシステムの方がいいんじゃないかっていう、今最先端の取り組みが行われてるんですが、まさにその最先端の最先端の究極を言ってますよねこれ。あ、これはびっくりした。いやー、ちょっと歩いてみるもんですね。いやー、斬新でしたね。ちょっと今度来た時止めてみようちょっと わざわざ来て止めたくなりますよね、あのやつは。これは将棋駒工房。何？将棋駒工房？京都っぽいですね。将棋駒作ってるみたいですね。へえ。ちなみに観光ガイドとかあったんですね。へえ。石口、石口、石口。SL 展示？え？SL 展示なんてやってんだ。へえ。